ケリオン一人の放送一人。さあ早いもので第4回が始まりました。もう1週間が経ってしまってあっという間ですね。そうそう、このチャンネルについてちゃんと説明したことなかったので、もう一度改めて、このチャンネルは自宅の防音室を物質としまして、様々な企画をやりながら童貞高校生という設定をソウルフルに守っていく教育的なチャンネルになっております。教育的なチャンネルになっておりますので、今日はね、そのあいみょんと気持ちいい関係とかそういうことを言わないように、気をつけながら喋っていきたいなというふうに思ってるんですけど、最近は桜もピークを過ぎまして硬いな。じゃあちょっと書いてみたんですよ。話がおぼつかないから。そうすると今5テイク目なんですけど、噛みまくるんですよね。噛んだらね、そのカットすればいいんですけど、やっぱリズムがあるんですよね。リズムだって、もうすぐ噛んで、おじいちゃんの話をずっと聞かされてるみたいな。大丈夫ねえ悲しくなる。あ、そうなんですよ、僕すごい桜が好きで、今まで見た桜並木の中で一番綺麗だったのが福島の東にある夜の森の桜ですね。この桜がもう感動的なまでに映画のような桜並木なので、ぜひ見に行っていただきたいなと思います。昔ですね、ここ昔と言いますか、もう10年前ですかね、被災地でして、しばらくは入れなかったんですけど、今ようやくですね入ることができまして、で夜の森の、そういう意味でもエモい場所となっておりますので、ぜひぜひ見に来ていただきたいなというふうに思います。ほら、情報番組ね、桜という花綺麗ですよね。年中咲いてほしいですよね。ただ年中咲くことはできないんです。なぜなら桜は冬がないと咲かない花というふうに、ほらもう情報番組だって100億点のできないような、このなんでね、もっといい声で言った方がいいよね。桜は冬がないと咲かない花、儚さこそ人生。ダメだ、アドリブは聞かないちゃんと書かないっていう感じで、まあ、次回も桜の話をしたいなというふうに思っております。なんか笑い足りない気がする。なんかすごいかゆい、かゆいかゆいかゆいままお別れです。また部室で会いましょう。ケリオン一人でした。